帝国です。始めましょう。さて、ようこそおいでくださいました、ドクター。私は当家のハウスキーパーを仰せつかってるものです。シルビアーナとお呼びください。使用人たちのすべての責任を負うものです。また当家においてはバトラーを雇用しませんので、通常それらが負うべき責務も私が担当いたします。ドクターにおかれましては、生活や仕事の便宜を図る上で支障が生じた際は私にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。わからない？そうでしたね。その件につきましては後ほど。まずはディナーをお楽しみください。何をおっしゃりたいのですか？なかなか気の利いたことを言う御仁だ。安心したまえ、おかしなものは入っておらんよ。もっとも今宵の料理がお気に召して、ドクターが仕事を受ける気になったならそれはそれで幸せというものでしょうな。そうしてくれると助かりますな。当家の主、テオ・パドリーノだ。ああ、堅苦しいのはよくない。食事は楽しくとるのがイタリアだ。ドクターはイタリアとはどういう意味かご存知かな？イタリアとはな、古いギリシャの言葉でワインの取れる地という意味だ。つまりここではまず飲まねば何も始められんのだ。料理は全部私が独にしていますから。よろしいようだね。早速乾杯といこう。
私は見ての通り立つことができないから、ドクターも座ったままで結構だ。無論ドクター、偉大なるテオフラストゥスの祝福があらんことを。私の名も金と同じテオだからね。では乾杯。いかがかなドクター、このワインの種類は。なかなかのご敬願だ。良き酒とは水本来の味をそのまま残しているもの。どうかね、ここの水は絶品であろう。さよう、サンタマリアと金星のスペリオーレだ。あ、水のことかね。ワイナリーだよ、この島の唯一の産業でな。そして私はその道楽なオーナーというわけだ。良質な地下水がいくらでも湧いてくる。その上、気温、湿度、すべてが酵母の発酵に最適な環境だ。何がだね。ほほう、そりゃ構んがね。ちょうど食事が運ばれてきたところだ。グリルです。食事を取りながらでいいかね。すでに気がついてるかもしれんが、この島には医者がおらん。ドクターには屋敷に住まう者すべての救い主となっていただきたい。そう、この屋敷だ。ああ、それは構わんのだ。彼らはみんな自分たちで何とかする。ドクター、我々は彼らとは別なのだよ。本来このように医者のおらんことは珍しいものではない。南部へ行けばいくらでもこんな島がある。医者にかかりたければ医者のいる土地に住めばいい。そうは思わんかね。だが私にはこの島を離れられない事情がある。お分かりかね。我々が彼らとは別といった意味が。
私は医者のいない土地を医者のいる土地に変えられる人間だということだ。そう、ドクターはこの私の専属の医師となる。私が認めたものだけを治療する医師に。ドクターも知ってるはずだがね、医師にはそういった種類の需要もあることを。非常に言いにくいことだが、ドクターにはあまり選択の余地がないのではないかね。言った通りの意味だ。無論この仕事を断りたいというのであれば、残念だがそれも仕方ない。明朝にはヘリを用意してベネツィアまで送らせていただこう。ただし、何を言い出すかと思えば、あれはこのディナーへ招待した私からのほんの心づくし。どうか憂いなく懐に収めていただきたい。話を分かりやすくしてほしいかね。つまりこういうことだ。旅行客としてイタリアを出たいか、それとも荷物となって出たいか。分かりやすかろう。ドクターが聡明な方でこちらとしても助かりますな。言うまでもないでしょうな。何ご心配なく、我々はドクターを仲間として迎え入れたいのだよ。この屋敷で職務を全うしていただくこと、それだけでドクターの安全は保証される。実に単純な話だと思うがね。それはなかなか難しい質問だ。じゃああえて言うならば、全てはドクターの、あ、いや、この話はいずれ。具体的な契約手続きは秘書に任せてある。私の話はここまでだ。仕事の話はこれで終わりにしよう。次の料理が来たようだ。19世紀初頭の建造らしいからな。オーストリア貴族の居城だったのだがね、最初の欧州大戦の頃から住むものもなく、長らく空き家となっていたのだ。私は12年前に屋敷を買い取っただけで、元の持ち主はすでに。いや、生きておるよ。生きておる、おそらくは。
気に入っていただけたかね。ま、おいおい見物してみるとよかろう。が、ただ町には近づかん方がいいな。行く意味のない場所だ。ドクターの安全も保証できん。それ以外なら好きなようにしたまえ。森とブドウ畑、それと湖があるな。南と東には小さな船着き場もある。ヘリポートが一つ。この屋敷の敷地内にあるが、これはもう知っておるな。小さな島だ。一日もあれば全て見て回れる。ああ、それは構わんよ。地元の人間でもここを知る者が少ないしな。ここは普通の地図には載っておらんのだ。この島の場所を思い出してみたまえ。かつてイタリアとユーゴの国境だったということは、そう、鉄のカーテンはドイツだけの事情ではない。今でこそこうして正式にイタリア領となったのに、冷戦時代の40年間ここは国連管理の立ち入り禁止区域に指定されていたのだ。東と西どちらにも属してはならない島。当然観光地図ごときからは除外される。そう、問題は消滅した。ところがだ、地図業者の連中は未だに測量にも現れやせん。大方この島のことなど誰も覚えてる者はおらんのだろう。困ったもんだ。マドンナもさぞかし嘆いておられることだろう。透明の由来だな。どこにでもあるような聖母伝説が元になってるとも聞くが、マドンナが降臨し、その指し示した場所から泉が現れたとか、そういう類の話だよ。コロンブス？誰だね、それは。おお、クリストフォロ・コロンボか。お、なるほど。しかし彼はジェノバの人間だからな。ドクターもジャポーネの出身なら、マルコ・ポーロのことでも話題にしたらどうかね。さ、この話はもういいだろう。食事の続きをしよう。うん、それが？ああ、残念ながら彼は少々困った問題を起こしたのでな。かるべき責任を取ってもらったのだ。身の程をわきまえぬことをな。ドクターには関係のない話だよ。何しろあなたは特別なのだから。
ドクターはこの件を心配する必要はまるでない。そのことだけは言っておこう。ドクターは使用人風情に興味がおありかな。これはいい。使用人をそのように賛美される客人は初めてだ。ご婦人を褒めるとき、アクセサリーを褒めずに靴の裏を褒めるようなものだよ。どうにもジャポネーゼの考えることはわからんな。まあよい、今度ばかりはその方がいい。ドクター、そう慌てずとも、後でもっといい知らせがある。楽しみにしていたまえ。楽しみは後にとっておきたまえ。いいかね。ならば食事の続きをしよう。若鶏の蒸し焼き、ローズマリー風味です。ミックスサラダです。スイートバジルのドレッシングでお食べください。ジェラートです。では、ドクター、そろそろこちらから説明をさせていただきたい。よろしいかな。シルビー、頼む。かしこまりました。では、私から説明させていただきます。まずは、当家における階級に関して。マスターは会長、パドリーノ様です。次席が秘書兼ハウスキーパーの私となります。そして極めて特例ではありますが、その次、第三の席はドクター、あなたです。どうか今回はこのポジションをご承認ください。これは決定事項です。では続けます。4席目は彼女たち4名のメイドです。本社から出向の方々は5席目、以下一般雇用の使用人たちが該当。以上で階級に関する説明を終わります。続いて、はい、いいえ、ドクターにはそのようなことは
要求いたしません。ドクターの通常業務に関してはこれから説明いたします。まずは定期的に会長の健康診断を行ってください。会長は常に健康であることを望まれています。もし万が一異常を発見した場合、すべての業務に優先して会長の治療を行うこと、これを最重要事項として認識願います。その他の業務はメイドたち使用人の健康管理と疾患、事故などが発生した際の治療です。また同時に2つ以上の疾患が発生した場合、治療の優先順位は先ほどご説明した階級に準じて行うようお願いいたします。以上ご質問は。それだけです。何か。では最後にドクターには決定していただきたいことが一つあります。ドクターの専属となる担当メイドを一人、この4名の中から選んでください。ドクターの身辺のすべてをお世話するメイドです。心よいご回答感謝いたします。一人ずつご紹介しましょう。まずはパーラーから。給仕担当のクリスです。よろしくお願いします。次はハウスです。チャオ。デイパラリタリアノ。ジェン。イングリッシュ。続いて同じくハウスです。ディアナと申します。担当は主に清掃です。どうぞよろしくお願いします。最後にキッチンのミレイです。厨房担当です。彼女らの他にもスカラリーなど下級職の者が何名か働いてますが、それらは対象外とさせていただきます。したがって紹介はいたしません。何でしょう。メイドにも階級があるということです。この4名もまた特別ですから。
いずれわかります。ドクターの選択を誤らなければ。それではお聞きします。誰を専属のメイドとして指名なさいますか？そうでしょうね。わかりました。では1週間。7日目の朝、もう一度同じ質問をいたします。それまでに結論を用意してください。この後別室にて契約書への署名など諸々の手続きをさせていただきますが、よろしいでしょうか？意味のない契約などこの世のどこにもありませんよ。懸命です。何かな？お邪魔してよろしいでしょうか？少しお話ししませんか？はい。これぐらいなら問題ないはずです。するくらいなら。はい。何か。ご期待に添えなくて申し訳ありません。ありがとうございます。できれば。ドクターのお部屋で。
丈夫なはずです。気がついてましたか。診療室にはカメラが2箇所、マイクが3箇所あります。カメラが1つだけです。私を担当メイドに選んでいただけないでしょうか。ドクターにとっても悪くない話だと思います。いかがでしょう。私を選ぶのが最も有利な選択です。私は他の3人が持ってない情報を持っています。ドクターはこの島から出たくありませんか。出たいと思ってらっしゃるのなら私の情報が役に立つはずです。本気でおっしゃってるとは思いません。違うものを感じるのです。例えばドクター・アレックスとはまるで別の、何度かこちらにいらっしゃいました。旦那様のご依頼で何かの研究をなさってるとか。あの方はドクターと比べてもっとそのこの環境に溶け込んだ感じがするのです。以前ここに勤めていた方もそんな感じでした。私の探しているものを この島は決して楽園などではありません。最高の職場などとは言わないでください。ドクターはコムニオンという企業体をご存知でしょうか。ベネツィアに本社を置く貿易を中心とした総合企業です。旦那様テオ・パドリーノはその会長職を務めていらっしゃるのです。それとここにあるワイナリーは
コムニオンのワイン事業部の管轄になっています。コムニオンの成立は古く、その前身は15世紀にベネツィアが地中海貿易を独占していた頃の武装商船団であるとも言われています。現在でこそ企業の形を成していますが、かつては長らくベネツィアという都市国家の一つの裏の顔だったのです。イタリアの非合法組織はシチリアマフィアだけとは限りません。そうなりますね。これぐらいなら問題ないはずです。今の話を聞いても、この島で働きたいですか？そんな簡単に行くと思いますか？認識が甘いです。そんなんじゃありません。私は本当にただのメイドです。ドクターと同じです。この島に来なければならなかったから。でも私にはこの島でやるべきことがあります。ドクター、私をパートナーにすること考えておいてください。それでは夜分遅く大変失礼いたしました。はい、またすぐに会いますので。お目覚めでしょうか。クリスです。朝食をお持ちしましたが。失礼します。おはようございます、ドクター。そのガウン、お似合いですよ。すぐにお食べになりますか？
紅茶とカフェとラッテがございます。はい。そうですが、そうなりますね。ご不満でしょうか。ありがとうございます。お食事はサラダとピッツァを用意させていただきました。ごゆっくりどうぞ。何か不守備がございましたでしょうか。野菜ですが、では今後ライスはお出ししないよう取り計らいます。お食事が済みましたらお呼びください。失礼いたします。今のところ特に業務はございませんので、器具や薬品のチェックをされたらいかがでしょう。あとはお屋敷の中や庭をご覧になるのもご自由にどうぞ。失礼します。